16億円超の詐欺被害に遭った陸上男子短距離の五輪金メダリストで人類最速の男、ウサイン・ボルト氏、ジャマイカ、が、サッカーでの好プレーに意欲を見せている。イングランドプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドは、ボルト氏にインタビュー。ボルト氏は6月にマンチェスター・ビューの本拠地オールトトラフォードで行われるチャリティーマッチ、サッカーエイド2023にワールドチームの主将として出場することが決まっており、心境を明かした。クラブの熱狂的ファンで知られ、本格的にプロサッカー選手を目指す姿勢を見せてきたボルト氏、とても楽しみです。素晴らしい気分、スタジアムでたくさんの試合を見てきた。だから、観客の声援やエネルギーに包まれながらピッチに立つのは、僕にとって喜び。まさに夢のような話です、と笑顔。2018年に続く2度目のプレーとなるが、ゴールへの意欲を問われると、もちろんだよ。今シーズンは本当に頑張ろうと決めた。ここに、3年は、ただサッカーをするだけでした。だから、今回は試合までにたくさん走って、たくさんプレーして、よりシャープな状態で試合に臨みたい、と、本気度、がアップ。ゴールを狙うという、ボルト氏は1月、ジャマイカの投資会社に預けていた資産約1270万ドル、約16億4000万円、が口座からなくなったため、ボルト氏の弁護士が同社に返還を求め大騒ぎとなった。どんな逆境にも負けないボルト氏のプレーに注目だ。